こんにちは。今日は JLPT N3 の文法をやっていきましょう。えー、内容は2月の12日の Zoom クラスで紹介したものです。では早速、皆さんこの文を一緒に読んでみましょう。いきますよ。姉と妹が電話で話しています。姉と妹が電話で話しています。お姉さん、妹ですよね。はい。 はい、電話の会話です。問題が1、2、3、4、4問あります。これを今日はやっていきましょう。はい、行きます。まず、姉ですね。やっとつながった。いくらつながらないから心配したよ。ごめん、ちょっと。 体調が悪くて、今日ずっと寝てたんだ。携帯、切った、してた。ずっと寝てたの大丈夫ご飯はしっかり食べてるのずっと寝てた。ご飯はちゃんと食べてるよ。これから夕ご飯を、ところ。 それならよかった。でも、やっぱりちょっと心配だな。今からそっちに行こうかな。え大丈夫だよ。そんなに心配しないで。はい。皆さん、では一問ずつやっていきましょう。えお姉さんが、やっと、ファイナリー、つながったと言いました。つながるというのは、to connect とか to link という意味ですよ。はい。いくら、 電話しても電話したら繋がらないから心配したよ。はい、AB から選びます、5秒ね。はい、いくよ。正解は、電話してもです。はい。いくら何回電話しても、たくさん何回も電話した。でも つながらないから心配したと言っています。あとでもっと説明します。はい、次。ごめん。ちょっと体調が悪くて、今日ずっと寝てたんだ。携帯。切った。してた。ままにか、ままで。どっちでしょうか。はい、皆さん、正解は、ままにしてたです。切った。 その後、変えなかった、切った、それから何もチェンジしなかった、触らなかったと言っています。はい、次いくよ。ずっと寝てたの大丈夫ご飯はしっかり食べてるのしっかりアプロプリイですね。ずっと寝てた何々ご飯はちゃんと食べてるよ。はい。A と言うと、B と言ってもどっちでしょうか はい、正解はと言ってもです。ずっと寝てたと言いました。でも、ご飯はちゃんと食べてるという意味です。はい、最後の問題。これから夕ご飯を、うんふん、ところ。はい、これは食べる、食べたどっちでしょうか。はい、いきますよ。正解は食べるところです。食べるところ。OK。はい。 これから、これがキーです。これからっていうのは今からです。この後すぐ今からです。はい、じゃあ皆さんもっと一個ずつ説明していきます。まず、いくら何々、ても、これ紹介しますね。いくらとかどんなにとか、こういう質問の言葉とてもをセットで使います。はい、例えば、いくら電話しても、食べても、ね てもとかですね。はいはい。いのけし、えー、かわいくても元気でもはい。そして名詞はでもです。気をつけてください。名詞もでもね。はい。じゃあ皆さん例文を紹介します。はい。えー、お姉さんがいくら電話してもつながらないから心配したよと言っていましたよね。 はいもう一つ例文どんなに難しくても諦めませんはいこれぐらいこれぐらいこれぐらいとっても難しいかもしれないでも諦めませんですねどんなに便利でも私は都会には住めないはい、え賑、ー、やかなところが苦手ですと,とっても便利なのはわかる。 だけど私は都会には住めないと言っていますね。はい。じゃあ皆さん、文を考えてください。私の父はいくらお酒を飲んでも何でしょうかはい。答えはたくさんあると思いますが、例えばこれ。いいくらお酒を飲んん。でも酔いませんはい。お酒強いんですね。たくさん飲みます。飲みます。飲みます。酔いません。いいですね。<laughs> はいじゃあ次です今度は切ったままにしてたたままにするという文法ですはいこれは leave something in the same condition、はい、何かをしますその後同じのままです何も変えませんという時にままにするを使います例えば、えー、出したままにする出さないままにする それから名詞も例えば今のままにするこのままにするそのままにするあのままにするってよく使います、はい。では例文いきましょう。携帯切ったままにしてた。暑いので窓は開けたままにしておいてください。 暑いので窓は開けたままにしておいてください。私はいつも財布にレシートを入れたままにしている。はい。えー、何かを買った時、財布にレシートを入れます。その後出さない、捨てないレシートがたくさんですね。<laughs> はい、じゃあ皆さん文を考えましょう。私の子供はいつもおもちゃを ままにする。これどうですかねおもちゃはトーイズです。おもちゃ。はい。こんなのどうですか出したままにする。はい。子供おもちゃ出します。それから片付けません。出したままにする。ですね。はい。じゃあ皆さん次です。今度は寝てたと言ってもですね。はい。これは、えー、シンプル。何々クォートと 言ったでもです。と言っても、okay? カジュアルを使ってください。えー、食べると言っても食べたいと言っても美味しいと言っても元気,元気だと言っても学生と言っても学生だと言ってもとなります。例文です。春になったと言っても朝晩はまだ寒い。いいですね。 明日はまさみさんと初めてのデートだ。デートといっても仕事の帰りにスタバに行くだけだけど。はい。デートと言いました。でも映画とか、えー、ロマンチックなディナーとかじゃない。仕事の後、帰るときにちょっとスターバックスに行くだけですと言ってますね。はい。漢字が読める。 といいですかはい、じゃあ皆さん、文を考えましょう。日本語が話せると言っても、うん日本語が話せると言っても何でしょうかはい、例えば、まだペラペラじゃないとかいいですよねはい。では皆さん、最後の文法、これね。食べるところ。はい。これは、 えー、ディクショナリー、食べる。今からします。今しています。食べているところ。ちょっと前、今すぐ前にしたというとき。食べたところ、た、フォーム。3つ形があります。いいですかこんな感じ。これからお風呂に入るところです。いいですね。今からお風呂入ります。はい。 今は、お風呂に入っているところです。Okay? 今しています。さっきお風呂に入ったところです。Okay? ちょっと前にお風呂に入ったと言っています。はい、じゃあ皆さん、最後にちょっとクイズやりましょう。いきます。ドン窓を、ままだよ。1、開いた。2、開けた。 3、開くの。はい、皆さん、正解は、開けたままだよです。たけですね、ターフォーム。開けたままだよ。はい、次。そのニュース、私も今知ったです。びっくりしました。まま、ところ、 と言っている。5秒。はい。皆さん、正解はところです。今、知ったところです。いいですかちょうど知りました。って言ってますね。はい。じゃあ、これ最後です。日本語がと言っても漢字は読めない。日本語がと言っても漢字は読めない。 1>, はい、1、ペラペラの2、できる3、するはい、皆さん、正解はじゃんできるです。日本語ができますと言いました。でも、漢字は読めないですね。 はい、皆さん、じゃあ今日は全部で4つの文法を電話の会話を通してシェアしました。どうでしたか質問がある人はコメント、メッセージをお待ちしてます。ではまた皆さん次のレッスンで会いましょう。じゃあねー。